日本初のグローバルグループチーム、読み、エンティームが15日放送の日本テレビ系調の情報番組、ジップ。月、可燃、朝5時50分から、に生出演。新曲、ウォークライをパフォーマンスした。チーム、ジップで新曲性パフォ、チームは同日、1STALBUM、ファーストハウリング、ナウをリリース、タイトル曲。 ウォークライをフルサイズで披露した。彼らが10分に生出演するのは約5ヶ月ぶりで、フルサイズパフォーマンスするのは今回が初めて。K、K は何度か出演させていただいているのですが、歌って踊るのは初めて。ちょっと緊張しているのですが、楽しんでいきたいと思います。と意気込んだ。ストレッチすら異例のかっこよさ、パフォーマンスの前には、 番組水曜日パーソナリティのジャングルポケット斎藤慎二とともに、ジャングルポケットのネタとして有名な、どこにも効かないエクササイズを全員で披露することに。音楽に合わせて体を動かすも、負荷がなさすぎてどこにも効いていない、というこのネタ。しかし、チームが披露すると、スタジオからは、なんかかっこいいな。めっちゃかっこいい。なんか違う。 聞いてそうだもんと歓声が。受けを狙った演出のはずが、視聴者からも、チームがやるとかっこよすぎる。ストレッチすらキレキレ、ダンサーさんが踊ってるみたい、笑い、と異例の反響が寄せられた。新曲披露にファン興奮、そしてメインのパフォーマンスでは、パワフルなロックサウンドに乗せて、9人が一糸乱れぬ激しいダンスと力強い歌声を披露、かっこよすぎて震えた。 朝から圧巻のパフォーマンス最高点々。史上最高にかっこよかった点々など興奮の声が多数寄せられた。年末にかけて日本と韓国を拠点としたグローバルグループならではの活躍が期待される。チームはすでにグローバルナンバーワン受賞式。2023アジアアーティストアワードインフィリピン。2023ミュージックバンクグローバルフェスティバル。2023ママアワード。 当への出演のほか、11月20日放送の TBS、CDTV ライブ。ライブ系の出演も発表されており、初のフルアルバムのために10ネタ準備を多くの舞台で存分に発揮する予定だ。